おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします小川未名作千代神の春後編 この時、一人のおばあさんがありました。杖をついて、この橋の上に来かかりました。おばあさんには心配がありましたから、とぼとぼと下を向いて歩いて、元気がなかったのです。それは、かわいい孫のみよこさんが、体が悪くて、うちに寝ていたからです。どうかして、早くみよの病気を治したいものだ、と、 おばあさんはこのときも思っていました。みおこさんはちょうど十二でした。このごろは体が悪いので学校を休んで医者にかかっていました。けれどなかなか元のように元気よくよく治りませんでした。そしてみおこさんは毎日寝たり起きたりしていました。起きているときはお人形の着物を縫ったり、 また雑誌を読んだり絵本を見たりしていましたけれど元のようにお友達と活発に外へ出てかけたりして遊ぶようなことはなかったのです美代子さんのお母さんやお父さんばかりでありませんでした心配をしたのはうちじゅうのものでありました「本当にあの子の病気はなぜ治らないのだろうか」と おばあさんはいつもそのことを思いながら、杖をついて歩いて、橋のたもとにきかかったのです。さあ、恋を負けておきますから、買って行ってくださいと、おじいさんは言っていました。おじいさんは、早く恋を売って、うちへ帰りたいと思いました。うちには、二人の孫が、おじいさんの帰るのを待っていたからです。 おじいさんのうちは貧乏でした。そして、おじいさんがこうして鯉を売って金にして帰らなければ、みんなは楽しく夕飯を食べることもできなかったのであります。さあ、負けておきますから、鯉を買って行ってください。と、おじいさんは熱心に言いました。おばあさんはそれを聞くと、杖をつきながら立ち止まりました。 そして、橋のそばに店を開いている番台の中の大きな鯉に目を留めたのであります。おばあさんは、鯉を病人に食べさせると大層力がつくという話を思い出しました。本当にいい大きな鯉だなあと、おばあさんはたまげたように言いました。負けておきます。 どうぞ、買っていってください。と、おじいさんは声をかけました。うちの小さな娘が病気だから、それに買っていってやろうと思ってな、と、おばあさんは言いました。この恋をお上がりなされば、すぐに病気が治ります。と、おじいさんは答えました。おばあさんは、じっと大きな恋が、 肥えしろいはらをだしているのをながめていましたが「なんだかこのこいはげんきがないな」「じっとしている」とおばあさんはこごんでいいました「どういたしましてこれがよわっているなどといったらげんきのいいのなどはありません」とおじいさんはいいましたおばあさんはそれでもくびをかたむけていました「しんでいるのではないかい とおばあさんはたねましたあんなに口をパクパクやっているではありませんかとおじいさんは言いました。いくらだい大負けに負けて、うん、1一両よりしかたがありません。とおじいさんは答えました。どれちょっと尾を持って跳ねるか見せておくれ。とおばあさんは注文をしました。この時 本当に恋は死んでいるようにじっとしていましたが、おじいさんはおばあさんがそう言うので、大きな恋の尾を握って高く差し上げました。恋はこの時だと思ったのです。今自分が逃げなければ数分間のうちに殺されてしまうと思いましたから、力任せにおじいさんの腕を尾で叩きつけて、 おじいさんがびっくりして手をはなしたすきにかわのなかへひととびにとびこんでしまったのです。あ、恋が逃げたととおりすがりのひとびとはさけんでくろくそのまえにあつまりました。おじいさんもおばあさんもびっくりしましたがなかにもおじいさんはこのおおきなこいをにがしてしまったのでお損ぞんをしなければなりませんでした。 孫たちに夕飯のおかずを買ってゆくどころでありませんでした。王を掴んであげてみせろなどと言わなけりゃ、恋が逃げてしまうことはなかったのです。どうか、この恋のお金をください。と、おじいさんはおばあさんに言いました。おばあさんはかんだかな調子になって、なんで受け取りもしないのに代金を払うわけがあるかい かわいい孫の口に入らないものを、私はお金なんて払わないよ。と、争っていました。この時、集まった人々の中から、髪を長くした駅舎のような男が前に出てきました。おばあさん、こんなめでたいことはありません。死んだと思った恋が跳ねて、川の中へ踊り込むなんて、 本当にめでたいことです。きっとお孫さんのご病気は明日から治りますよ。孫のかわいいのは誰も同じことです。このおじいさんにもかわいい孫がうちに待っているのだから。おばあさん、恋の代金を払っておやりなさい。と、その髪の長い男は言いました。おばあさんは恋の代金何度払うものかと思っていましたが、 今この男の言うことを聞くと、なるほど、もっともだと思いました。そこでおばあさんは、しなびた手で財布の中から銭を取り出して、おじいさんに払ってやりました。おじいさんは、おばあさんが恋の代金を払ってくれると、にこにこしました。そして、懐から美しい千代紙を出しました。おばあさん。 この千代紙は私が孫に土産に持って行ってやろうと思いましたが、何も今日に限ったことでない。どうかご病気のお孫さんに持って行ってあげてくださいまし。と言って渡そうとしました。おばあさんは目を丸くして、千代紙ならうちの子はたくさん持っていますよ。そんなものはいりません。と言って断りました。 けれどおじいさんはむりにちよがみをおばあさんにてわたしました。そういうものでありません。またちがったいろのちよがみをもらうと、こどもというものはよろこぶものですよ。とおじいさんはいいました。おばあさんはちよがみをもらって、ふたたびとぼとぼとつえをついてあるいてかえりました。そらにはいいつきがでていました。 おばあさんは、うちに帰って、鯉が跳ねて川の中に飛び込んで、そのお金を払ったということを話しますと、みおこさんのお母さんは、おばあさんが恋を受け取りもなさらないのに、逃げた恋のお金を払うのは、本当にバカバカしいことですね。と言われました。けれど、みおこのお父さんは、それはめでたいこった。きっとみおこの病気は治ってしまうだろう。と、 ちょうどあの髪の長い駅舎が言ったようなことを言われました。そしておばあさんが恋が逃げた時のことを詳しくみんなに話しますと、うち中の者はその時のありがどんなにおかしかったろうと言って声を立てて笑いました。みよこさんは明るい灯りの下でこの話を聞いていましたが、やはりおかしくてたまりませんでした。 そして逃げていったコは今ごろどうしたろう川を登って自分の故郷へ帰ったろうかそうであったらコの子供やお友達はどんなに喜んで迎えたろうと考えましたおばあさんはたもとの中から美しい千代紙を出して美代子さんに与えましたこの千代紙はコ売りのおじいさんが 孫に買っていってやろうと思ったのをお前が病気だというのでくれたのだよとおばあさんは言われました親切なおじいさんですねとみお子さんのお母さんは言われました恋の代わりに千代紙をもらったのさとお父さんは笑われましたみお子さんはその恋売りのおじいさんにも また自分のような年頃の孫があるのだと知りました。そしてその子はどんなような顔つきであろう。なんとなく会ってみたいような、またお友達になりたいような、なんとなく懐かしい気持ちがしたのであります。先生が今日おいでになって、美代子はお腹に虫が湧いたのではないか、そのお薬をあげてみようとおっしゃいました。 きっとそうかもしれませんよ。あんまりいろいろなものを食べますからね。とお母さんはお父さんに言われました。おばあさん、恋は食べない方がよかったかもしれません。とお父さんは言われました。早く治って学校へ行くようにならなければいけません。もうじきに花が咲くのですもの。とお母さんは誰に言うとなく話されました。 みよこさんは明かりの下で千代紙をハサミで細かに切っていろいろな花の形を作っていました。そして病気が治ったらお友達と野原や公園へ遊びに行こうと考えていました。窓を開けるといい月夜でした。みよこさんは自分の作った千代紙の花をすっかり窓の外に投げ散らしました。二三日すると庭には いろいろな花が一時につぼみを破りました。千代紙の花がみんな木の枝について本当の花になったのです。そして、三代子さんの病気はすっかり治りました。 HKT48 の矢野瀬玲也です RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃千浜ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などで桃千浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします